橋本国和は、日本の政治家。自由民主党所属の大阪府議会議員松原氏、選挙区。混沌とする大阪府の政治や経済状況を危惧し、大阪府政をピリッとスパイスの効いた活力のある都市にするため、日々活動している。少子高齢化に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度な集中を是正するため、 それぞれの地域で住みよい環境を確保していく取り組みが必要。町、人、仕事創生本部において総合戦略を作り、大阪独自の地方創生の取り組みを推進する。強い農業の推進都市農業の最高と府民に安全安心な食料を供給し豊かな自然や国土を守る農業を維持、発展させるため、大阪産など強い農業づくりを推進。 現行の教育委員会制度は形外化しており、いじめ問題等に的確に対応できない。教育委員会の責任体制を再確立し、府民の意見を的確に反映できる教育委員会を実現。将来を担う子どもたちのため、基礎学力の向上、英語教育の抜本改革、土曜授業の実現など、教育再生を推し進める。幼児期教育の充実、強化、 子供子育て支援制度の円滑な移行要時期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、小学校入学の多様化する教育、保育ニーズに柔軟に対応するため、幼稚園、保育所、認定子ども園の教育機能を充実、強化するとともに子供子育て支援制度の円滑な移行を図る。 子供の規範意識を高めるための教育の推進子供が成長し社会で生きていく上で規範意識や社会のルール、マナーなどを学ぶ機会は重要。道徳教育を新たな枠組みで再編し強化する。南海トラフ巨大地震の被害想定をもとに人命を守ることを最優先に減災を推進。特に津波浸水被害や全国最多の密集市街地対策に早急に取り組み。 ゲリラ豪雨、土砂災害についても着実に推進。今後、人口減少社会を迎える中、女性の元気、活力が今以上に求められる。女性が輝き、望んだ時に出産、子育てができる、要経済対策に連動した少子化対策や待機児童解消など、社会全体で出産、子育て応援社会を実現。大阪には、 全国でも有数のがん治療拠点病院が数多く立地。がん治療の最先端施設の整備や研究を推進し、がん治療なら大阪の実現に取り組む。現在、自民党、松原支部幹事長、松原なぎなた連盟顧問、松原市ゲートボール協会顧問、松原市サッカー連盟名誉顧問、新党政治連盟支部幹事、 大阪府看護連盟地方議員の会幹事長等、歴任。衆議院議員、竹本直一秘書時代より、南大阪エリアにおいて、当格を表し、松原市議会議員を経て2015年4月の統一地方選挙において、大阪府議会議員初当選。自由民主党所属の大阪府議会一期制ながらも、国会議員秘書、松原市議会議長等、 豊富な政治経験を生かし不議会切手の論客と評価されている。ありがとうございます。